ギャル王さんと同じぐらい声張り上げはんのよ。今年最後のゴールデンジャケットやのに。ああ、収録はねもう年越してますけど、配信は藤田君、はい、年越せですね。いや、そうですよ。どうしたんですか、急に。今年1年を漢字一文字で表してください。はい、戸口君。あ、僕ですか、楽、あの楽しいっていう字。ほう、非常に楽しい1年でございました。私しこたまの趣味であるキャンプにも行けましたし、おまあなんかいろいろ充実して前を向けた1年やったかな、そんな感じでございます。あ、面白くないですね、ヤロさん。なんでや、今年の漢字一文字、はい、無です。無、無、借金がそういうことなくなったという。あ、そういうことか。そういうことです。なるほど。じゃあ来年は守るに変わってくるんちゃいますか。来年はちょです。ちょちょ、貯める、貯める。なるほど、ね。まあ、一個言わせてもらうと、お金持ってる野郎君ちょっと嫌なとこだなと思っちゃうもんね。それね。ああ、いや、正直ここいいっすよ、僕払いますよとかはちょっと嫌かもしれない。ああ、なるほどね。これはちょっとギリギリのライン攻めますけど、はい、以前会社に行って、うん、ちょっと打ち合わせみたいな、はい、まあ、あるじゃないですか、はいはい、我々頑張りのメンバーは。でその時にそんなに絡みない人が、はい、やろうなんて、なんかレクサスかなんか買わせてまた借金させたらいいんすよって言われて。なるほど。ぶっくせやろうかな。そいつはね、俺ね、もう俺もうカメラの前で名前言っていいと思います。人の人生をね、そう、他人がどうこう言うたりどうこうして、でしかも片や借金やでね。そうね、バカげた。俺もちょっと怒ってますよ今。いや、でもその要はこれはお前にも言えることだと思うんだけど、はい、視聴者目線的にお二方はちょっと苦しんでるんだろうなっていうような方が。いや、分かるけど、分かるけど、それを他人から言われるのもまたね。そう、自分でやるのと他人でから言われるのも全然違いますし、うんうん、まあね、そもそも俺免許持ってねえから。なるほどね。あ、 それ先言っとかし、はい、いや、だからそんなことも知らないやつが、うん、いやいや言ってくんじゃねえと。いや、それはすごい。いい加減にしろと。うん、で、牛尾さんは漢字一文字。漢字一文字は平らですね。平ら。へい。へい。ほう。それはなぜ、まあ、特に何もなかったということで。嘘でしょ。一番なんかありそうじゃないですか。いや、今年一年、まあ、なかったわけじゃないけど、まあ、平和では平和でしたよ。ああ、なるほどね。今日もね、ゴールデンジャケットが収録できるということで。はい、ありがとうございます。そんないいことがありますか、皆さん。人に言われにクソもんないやんけ。お前どないしたんや、お前、あのおっさん。昨日ね、ヤロー君と飲み行ったの。はい。お前は誘わなかった。何かやな。で、俺これオープニング撮り終わったら、はい、LINE ブロックすっからな。なんでやねん、なんでやねん、ほんまに。